サンフランシスコでの部会日でも部会日は一年に一度不必要なものを買わないようにして消費について考え消費文明のあり方に抗議しようという非公式の記念日。部会で不買日とも言う。1992年にカナダバンクーバーのテッド・デーブなどのアーティストたちの発案によりカナダの雑誌、団体、 アドバスターズが推進し、世界中に広まっている。アメリカ合衆国及び、カナダにおいては11月の感謝祭の翌日の金曜日、日本、ヨーロッパ及び東南アジアにおいては11月の最終土曜日が開催日として設定されている。繁華街であらゆる商品に囲まれながら、参加者は買い物を24時間我慢しなければならない。 先進国の人々は、経済発展させたい国家や利益を求める企業の洗脳によって、本質的には必要ないものまでも手に入れたいと思わされながら暮らしている。として、その事実を意識させるのを趣旨としている。アメリカ合衆国では感謝祭の翌日は俗に、ブラックフライデーと呼ばれ、休暇前の買い出しをする習慣がある。本来感謝祭それ自体は、友達。 家族、コミュニティと交流、親睦を深めるためのものであった。しかしここ近年は企業による強烈な宣伝効果もあってか、感謝祭後は小売商品を中心に休暇前の買い出しの域を超えた多額の買い物をする監修が出来上がってしまった。このブラックフライデーに深い日の参加者たちはデモ更新を行う。現在、 世界37カ国で実施されているが、大規模に組織だったムーブメントではなく、様々なレベルの活動家や支援団体による緩やかなネットワークによって成り立っている。街頭での少人数のパフォーマンスやチラシの配布、勉強会、自主映画上映などのアクティビティが主な形態である。日本では、部会で、ジャパンネットワークがリエゾンとなって、 情報提供などを行っている。この部会日運動を起こした活動家の多くは同様にカルチャージャミング運動の参加者でもある。ありがとうございます。